縞模様。し模様は、二色以上の異なる色、または、同色の濃淡を用いて、複数の平行もしくは交差する線で構成された、文様の総称。縞柄あるいは島とも、特に交差する色柄は、格子と呼ばれており、縞模様は平行の模様の縦縞や横縞と、交差する模様の格子縞に大別される。英語を借りて、ストライプ、縦縞、横縞、チェック。 孔子、等とも呼ぶ。島模様は単純ながら、線の幅と配色によって、無限の広がりがあり、変化に富むため新鮮な印象を与えることができる。漢字の、島は本来は白犬、練犬を意味する。日本語には古くは島についての故障がなく、平行の島模様を、筋や、上、段、また縦横に交差するものを孔子と呼んだが、16世紀以降、 舶来品として島地の織物が流行し、これを島渡り、島物、奥島,島等と呼んだところから、転じて複数の線からなる文様を島と呼ぶようになった。言語によっては、線が平行する模様と交差する模様を、よりはっきりと区別する場合もある。島模様の布地は、古来より世界各地で生産され、模様として認識しやすいことなどから、島模様の衣服や、 飾り等が特定の意味合いを持たされた例も数多い。縞模様には、視覚的に、モアレと呼ばれる現象を生じることが知られている。縞模様は、食器を用いて布、織物を作る際に、先に染めた多色の糸を用いることで、比較的容易に織り出すことのできる模様であることから、古くから世界各地で生産されてきたと考えられている。中世ヨーロッパにおいては、 縞模様は悪魔の模様とされ、生殖者は縞模様を含む多色を用いた服装を禁じられる。一方、同家や非政治、濃度、売春婦、犯罪者、異端者、異教徒、障害者等にミパルテや縞模様の衣服、服食品の着用が強制される事例も多かった。その影響下に20世紀に至るまで囚人服にもしばしば縞模様が用いられた。 また、紋章においては、しばしば特定の色の縞模様が特定の人物や、家等を示すものとして用いられた。紋章の影響を受けた近現代の国旗にも、縞模様をデザインしたものが多くある。現実世界の紋章における、縞模様には、悪い意味はなかったが、中世ヨーロッパの文学や、絵画などの創作世界においては、縞模様の衣服や紋章がその人物が悪人である。 ことを示唆する道具として用いれた。18世紀以降のスコットランドでは、特定の色のタータン、格子島が家を表すものとして発展した。インドの特産品には、綿花があり、肌触りのほか鮮やかな色彩を施すことができるという特徴を持っている。17世紀には、インドの綿織物が、インドキャリコとして、ヨーロッパで大流行し、絹織物や毛織物の時代から、 綿織物の時代へと変わる、いわゆる衣服革命をもたらした。インドの綿製品はオランダによって、日本にももたらされ、サントメさん、チェンガイ南部のマイラポールさんの、サンシマやウェンガルさんのベンガラ島として、江戸町人の間に流行した。小僧院伝来の染色品には、島のものも含まれるが、平安時代以降のクゲの衣服には、島はほとんど用いられず、 主に庶民や下級武士が用いたと考えられている。ただし、武士の着用する鎧や兜は、脅しによって、段模様が作られることから、このような横島は、武士の家柄や階級を表す模様とされた。16世紀の中頃か,から、日民貿易や南蛮貿易により、中国南部やインド、東南アジア産の島柄の絹織物や綿織物が渡来し、感動やカピタン、 奥島、トモ木ン島と呼ばれて流行するようになった。やがて、島に、島の字を当てるようになったと言われる。白来の島織物、名物、列は、特に茶道具として珍重された。江戸時代初期には、横島が流行し、縦島は遊女が小袖に使用する程度であったが、中期には、木綿の流通とともに、国内でも縦島の織物が、盛んに生産され、 庶民の服装へも大いに取り入れられ、島のお召し、縦島模様のお召しちりめんの着物が行きの象徴とされるまでになった。三戸目島、三戸目、ベンガラ島、ベンガル島、外国の地名を冠した島もあり、特に、東山流を略した東山は、町人の間で珍徴された。また歌舞伎の衣装を通じて、四官島やダンジューロ十郎講師、三章講師、菊五郎講師等、 様々な島や、孔子の役者模様が流行した。織物工房や富や、また自家用に、島の切れ字を貼り付けた、島帳も多く残されている。日本において、特別な意味合いを持つ島模様に、まだら膜がある。ブーチ膜には、紅白膜、クジラ膜、アサギ膜のほコンパク膜、紫白膜、黒木膜などがある。白と黒のクジラ膜は、 大正以降、長寿に用いる機会が増えたが、本来は形状問わず使用する島模様で、紅白幕より歴史が古く、また格式が高いとされている。日本語の、島は、縦島、横島、格子島に大別される。また、斜め方向のものは、斜め島と呼ばれる。さらに、色の数や配色、線の間隔等によって様々な特定の名称を持つ、島模様がある。 日本では、江戸時代に島模様が流行し、様々な名称の島が生み出された。また、西洋語にも様々な名称の島模様があり、明治時代以降の洋服の流星もあって、英語由来のものを中心に多く外来語として取り入れられている。なお、日本語では格子模様を島に含めるが、外来語では縦島、横島はストライプ、格子柄はチェックやタータン、プラット、 として区別される。チェックとタータン、プラットは、講義にはいずれも、格子模様を指すが、厳密には、チェック、チェック、チェッカーチェッカー、チェッカードチェッカードとも、は、同型の正方形を組み合わせた市松仇、石畳を、タータン、プラットは、多色の線が様々な間隔で交差する、格子島を指す。また、服の縁を縁取る横縞を、特に、ボーダーというが、転じて 横島全般をボーダーとも言う。島模様は自然界にも存在する。虎や島馬ママは島模様の体毛を持つことで知られ、虎島、虎フなどの表現もある。虎丸花鉢トラカ虎髪切ト虎フしじみなどは島模様が特徴的なことから虎を和妙に持つ生物種である。自然界における島模様には体を隠す効果があるものと、 逆に目立たせる効果があるものがあると考えられている。例えば、シマウマでは草原の中で集団でいることによって、マ模様が混じり合い、全身の姿を捉えにくくしていると考えられる。また、目の周りに部分的なマ模様を持つ動物は、島によって目の位置を隠す効果があると考えられる。一方、サンゴヘビやアシナガバチなどの有毒種は、目立つマ模様、 警告色によって危険性を誇示していると考えられている。なお、動物学においては、前後軸に対して平行方向を縦、垂直方向を横とするため、例えば虎やシマウマは横縞となり、地面に対しての角度をもとに縦横を考えると違和感がある。縦縞近着台は縦縞を名前に持つが、動物学の知識がなければ横縞に見えるとも言える。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。